FM 流進道 DJ の流進です。先日、僕の先輩がですね、結婚しました。で、披露宴の方に出席したわけなんですけれども、まあ、僕の先輩ですから、まあ、ね、年齢で言っても、まあ、ね、30代後半に、えー、差し掛かっているといいますかね。 あの30代後半に入っている先輩なのでまあどちらかというとまあちょっと年取ってからの結婚っていう形になるわけなんですけれども奥様の方もあのその先輩の年齢でいうと1個下なのでまあ両方とも あの、いい年カップルって言うんですかね。いい年になってからのカップルなわけなんですけれども。うん。あの、すごくその披露宴が良かったんですね。なんて言うのかな。あの、結構もう僕ぐらいの歳になると、今僕35歳なんですけれども、まあ、結構もう友人の多くはですね、結婚しちゃってて、どちらかというと、 独身のよりもほとんど既婚者の方が周りに多いくらいなんですね。自分の周りにいる人っていうのは。だからもう結婚式っていうのも、まあ大体なんとなく見てきてるわけですよ、今まで。で、まあいろいろなね、あのー、いろんな結婚式。 披露見ててきたりしてるんですけれどもそのね先輩の結婚式はねすごく何と言いますかね温かみがあるというのかなその結婚したねお二人の人柄人柄というのかな、うん、そういう人柄だったりですねその,その周りのお友達友人たちのなんか、うん、そういうこう気持ち っていうのがすごくよく伝わるようなね、披露宴だったです。で、なんだろう、人の幸せってほん、人の幸せの形っていうのは、あのー、人の数の分だけあるなっていうのをすごくよく感じて、で、結婚っていうのはやっぱ早い人もいるし、 まあね、遅い人もいるし、まあしない人もいるわけですけれども、まあ遅い、遅くなって結婚してしまったからダメだとかね、悪いっていうことは決してないなっていうことをね、改めて思いました。うん。で、やっぱりいろいろな人と人の出会いっていうのはあるし、出会いの形もそれぞれだし、で、やっぱ大事なのは、 自分が自分がっていうか僕僕がじゃないですよあの一人一人が皆さん一人一人が自分と本当にねあこの人と一緒に生きていけたら幸せだなっていう,いうことを感じることのできる人に出会うことそしてそういう人と出会った時にあのその 何て言うのかな相手に対しての、自分のパートナーに対しての、うーん、誠実さみたいなものが、まあ、貫けるかどうかっていうのが、まあ、その一生を左右する幸せにつながるのかなっていうことを、なんとなくそういう、ぼんやりと考えてました。まあ、もちろんね、披露宴っていうのはすごくその、 森,森場と言いますかね、一番いいところだけを見ちゃってるようなところもあるので、実際その日常生活の連続っていう意味ではね、あの、まあ、二人で生活、これからしていくにあたってはいろいろな大変なことだったりね、あの我慢の連続だったり、うんまあ、時には喧嘩してしまうこともあったりっていうような大変さはあるとは思いますよ。だけれどもすごくうー周りの人がね すごく祝福してる雰囲気っていうのがすごくあってで特にあの新婦さんあのお嫁さんの方の、まあ、周りのご友人だったりその周りの方の思いっていうのがなんかすごく伝わってくるようなうーんすごく感動的なねあの結婚披露宴でした。はい まあその先輩ね僕の先輩にあたる人ですからうんまあ結構もういい年になっているわけですけれどもその先輩がねいつまでもその奥様とね仲良くずっと暮らしていってあの幸せになってもらえるようにねえなってもらいたいなというふ思うに思ったわけです。でなんか なんだろうね僕高校生の頃ぐらいからだんだんとねあの自分の性格がね母親の方に似てきてるのかなって思うようになってきたことがあったんですけれどもなんかねそういう感動的なね結婚式行ったりするとね泣いちゃうんですよね涙が <laughs> 涙が出てきちゃうんですよね。 で男のくせにって思われるとちょっと恥ずかしいんですけれどもねしかもその先輩と僕の関係で言ってもあのすんごい仲良くし,し,してきた先輩でもないんですよえっていうのはあの僕自身がああその先輩っていうのはお坊さんの業界の先輩なんですけれども僕自身がちょっとお坊さんの資格取るのが遅くて ちょっとまあ遅れて資格を取ったっていうこととその資格を取った後のそのお坊さんの,の業界の人との付き合いっていうのがそこまでのものではなかったのであのまあ同年代の人なんかねやっぱずっと10年とか。 15年ぐらいね、その先輩とお付き合いのあるようなね、同僚の人もいますけれども、僕はそこまでの長いね、付き合いではなかったんですけれども、にもかかわらず、うん、やっぱすごいなんか感動してしまって、<laughs> なんかね、感動してしまってね、あのー、もう途中で泣いちゃい、泣いちゃってましたね。 周りから見たらどういう風な目で,目で見えてたか、どこ、どこかわかりませんけれどもね。はい。ちなみにその日、ちょうど前回話してた寺子屋ですね。うちのお寺での寺子屋が終わった、その、その日なんですよ。その日に披露やったので、もう心身ともに、 体も心も本当に疲れきった状態で、まあちょっと弱ってたっていうのもあるんでしょうね。あの、こう、そういう弱ってたっていうのもあったのかもしれないですけど、まあもう結構ね、泣いちゃって,ってましたね、うん。泣いちゃいましたね。はい。今日は、先輩の、えー、披露宴でちょっと感動してしまった話でした。 ありがとうございました。